準優勝戦終えられて現状ふなしーいかがでしょうか？あのエンジンを考えると全然いいと思います。特徴などはありますか？えっと全てなんか普通以上はありそうな感じはします。明日の調整ですか？何かお考えですか？ちょっと明日になんないとわかんないですけど、大きいことはしないと思います。ここまでのスタート感についてはいかがでしょうか？あの、もうとりあえずうちからは？ 3日連チャンだったんで、まあ、明日も大丈夫かなと思います。はい、一号艇となりました。コース取り、レースイメージはどうでしょう。あのー、ちょっと失敗したりもあるんですけど、まあ、ちょっと集中していきたいと思います。では、最後にファンの皆様へメッセージをお願いします。はい、えー、失敗しないように、遅れないように頑張ります。準優勝戦、終えられて、現状、船足、いかがでしょうか。 えっとそうですね予選中はちょっと乗り味がずっと悪くてうーんあんまり書いても合わせきれてないレースがずっと続いてましたけどまあ今日に関してはあのその辺はうまく調整できたかなと思ってます明日の調整ですが何かお考えですかうんとまあもうプロペラだけですかねはいここまでのスタート感についてはいかがでしょうかうんまあ で、えっ、ー、と、大体自分の感動はいけてるかなと思ってます。二号艇となりました。コース取り、レースイメージを教えてください。えっと、ワクチンから、あの、い行こうかなと思ってます。はい。では、最後に、ファンの皆様へメッセージをお願いします。えっと、優勝したいです。頑張ります。大きな整備もありましたが、準優勝戦終えられて、ここまでの船足はどうですか。はい、あの。 整備で、ねあのー、序盤に比べたらだいぶよくなりましたけど、準、う、優、ん、の日はちょっと天候にうまく合わせれてなかったかなというのは感じましたけれども、うん、まあまずまずですかね、はい、明日の調整ですけれども、何かお考えですか？うん、今日回転上がらなかったんでね、あのー、ちょっと回転の上げ方をもうちょっと探ってみようかなという感じですけどね、会、まあ、えばあのターン回りはまずまずなので。 うんまあ、伸びはいい人にはやられると思いますけどはいそこら辺の調整ですねはいここまでのスタート感についてはいかがですかまずまず決まっていると思います、はい、3号手となりましたコース取りやレースイメージを教えてくださいまあ 3, 3コースぐらいから行けれればいいと思ってますけどね、はい、では最後にファンの皆様へメッセージをお願いします 準優勝戦終えられて現状不船しいかがでしょうか？まあ普通ですね。あのー、まあ、特別いいわけでもなくはい。特徴はありますか？まあどっちかいや出足の方がまあいいかなという気,気はしますけど。はい、明日の調整ですが、何かお考えですか？いや、もうプロペラだけだと思います。はい、ここまでのスタート感についてはいかがでしょうか？ま、それなりですね。はい。 四号艇となりました。コース通り、レースイメージを教えてください。まあ基本枠なりなんで、はい、枠なりでいきたいと思います。はい。では最後にファンの皆様へメッセージをお願いします。はい、えー、まあ一生懸命頑張ります。アクシデントもありましたが、モーターの調子はいかがですか。そうですね、足色は変わったんですけども、変わらず上位あります。 明あの後半レースになると回転がちょっと合ってないんでその辺ちょっと慎重に調整したいと思いますここまでのスタート感についてはいかがでしょうかそうですねちょっとあの転覆してから勘がいまいち合ってないんでもう少し特訓で修正していきたいですね5号艇となりましたコース取りレース明示を教えてください の5コースから行きます。では、最後にファンの皆様へメッセージをお願いします。えっと静岡3人で頑張ります。準優勝戦終えられて現状不ナしシいかがでしょうか？そうですね。あの、ちょっと準優勝戦。ちょっとスタート行き過ぎて早いなと思って放っちゃったんで。伸び時代は普通かなと思いますけど、たンまりが非常に良くて、あのターンの後の上がり方もいいんで。 僕は好きな仕上がりになってます出足の方はどうですかそうですねあの展開つけるような出足もあると思うんで明日は6枠なんで頑張ろうと思います明日の調整ですが何かお考えですか、えー、特に考えてないんで微調整でしっかりペラを合わせて優勝戦に臨みたいと思いますここまでのスタート感についてはいかがでしょうかだいたい間通りはいけてます6号艇となりましたコース取りレースイメージを教えてください まああのまあ、コースはもう6コースで、まあ、イメージはまくり出しか左、まあまあ、打ちで刺して、まあ、優勝を狙えるような位置に出ていきたいと思いますでは最後にファンの皆様へメッセージをお願いします、えー、応援してくれる皆さんのおかげで初優勝を目指して一生懸命走りたいと思います。船券買ってください